ぼよ。おはようございます。防寒間違いないです。村長防寒すごい。いや雪降ってるから一人だけ違うじゃないですか。雪降ってるから最初見た瞬間分かんなかった村長だって分かんないですよね。マスクちっちゃいやマッチ痛くないから、うん、今日は、サウナを今作ったんで、はい、水風呂をまず作るのと、はい、水風呂を入ってから整うスペースを作ろうと思ってて、はい、なるほど。ただ北海道雪積もりますから、はい、ちょっと雪を積もらないような、はい、単管パイプを組んで、はいはい、で今屋根材を見てるんですよ。ああなるほど。屋根を今何にしようか。整う場所なんですか。整う場所。はい。って感じで、あの姉妹店、はい、TCS ビレッジの姉妹店のジョイフル AK さんで。姉妹店。あの屋根買って。マスクから口はみてる。いや出てない出てない全然出てないから。うん、そうまあそういうことで、はい、あのここでちょっと買って、はい、また TCS ビレッジの方で。はい。冬の中、はい、組み立てていこうかなと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで TCS ビリッジ到着しました。ご覧の通り雪です。何やらねこう木材やら買って到着したんで、いますね、いますね。あるやつ、あります、あるやつ。おーし、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 おーし。え、会議中っすか。会議中、会議中。さっきジョイフルでね、ジョイフルで行って、そうです、ジョイフルで買ってきたものをですね、はいはいはい、今どう組み立てようかと、あとちょっとね、はい、なんと作るものをですね、はい、今探してまして、はい、同時進行で2つを作っていこうかなと思っておりました。何作るんですか。サウナといえば水風呂と、おサウナの醍醐味、何ですか。整う、知らないからサウナ。サウナ整う場所も完璧で、はい、初めてサウナが成立しますから、はい、だからやっぱりただサウナあって、はいはい、丸いサウナあって、はい、水風呂あります、はい、で終わったらもう全然ダメ。整ってサウナだから。わかりました。なのでその、はい、今日は水風呂と整い場所を、はい、同時制作で、はいはい、やっていきたいなと、はい、思います。今日中に終わらせますからね。もう、はい、間違いない。もちろんですよ。そんな雪だけどね。雪ですけどね。、はい、じゃあ行きましょうか。おい、はい、よし行こう。よろしくお願いします。いやはい、ということで外に来ました。おい、こちらですね。うん、あの TCS ビレッジの姉妹店で今日買ってきたジョイフル AK っていう姉妹店なんですけど、1x4 という材料、はいはい、3m を23本買ってきて、はい、なまら多いっすね。あと多い。あとこれ水風呂、これが水風呂の、そう、桶みたいな、ちょっとこれだけを見るとちょっとかっこ悪いですよね。そう、まあ、これをいかにかっこよくしていくかっていうのがね、ポイントです。はい、奥さん、私はもう水風呂入りたいって言ってます。私は水風呂入りたいのか。こう、私はですね、もう人懐っこいからこうやってもう寄ってくるんですよ。こうやってぬくもりを感じてるんじゃないですか。私、うん、は天然のあのダウンジャケット着てますから。天然のダウンジャケット、ウール 100%、うん、だいぶ夏から見たら伸びてきたな。コムコ気持ちいいですよ、こう、うん、めっちゃすごいわ。私はすごいですよね、うん。結構ね、そういうところでは足りない。今10個ですわ、4つ、8個、あ、4個、ね、とりあえず時代だとしたら、うん、うん、じゃないと、そこで倒れる。そこは、それたちで寄せちゃうから。よし、ストレートのところはちょっと待って。さあ、こっち側の水風呂作りも始まりましたよ。
あれ、村長。大丈夫ですか。あ、鹿の今あのハンガーラックこれつけようかな。それ用のやつなんですね。そう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 、それ買った。これをどうやって今から固定しようかなと思って。これ小屋の中に。そう、小屋の中にやってもいいし、こうサウナでもいいかもしれない。あ、その中には電気とかつけて。それもいいかもしれない。よっしゃ。おしゃん。おしゃんす。おしゃん。おしゃんす。どうですか隊長、完成形は想像できてますか。うん、ちょっと足りないことが判明してる。何ですか。完成形をイメージしてた。何が足りないですか。単管。え、これ足りないですか。うん、よいしょ。あ、ぴったり。こういうやつなんだよ、ね、ちょっと斜めるんですね。そう、だから止めた方がいいよ。ああ、なるほど。苦戦してます。全然骨に刺さんない。硬いんですか。硬いんだ。硬い。行きました。行ったかも。着きましたね。着きましたよ。鹿のトルフィー。ここに貼っとこうかな。かっこいいかな。かっこいいっす。やめとく。全然かっこいいっす。かっこいい。はい。こっちかな。びっくりした。びっくりした。びっくりしたな、アターシャ。アターシャびっくりした。びっくりしたな。ちょっとサイズ小さかったんですかね。小さかったね。小さかったですかね。僕と同じです。じゃ広げる。はい。今ですね。あの切ってきます。はい。お願いします。はい、広げよう、うん。はい。広げましょう。もうちょっと。はい。わかりました。はい。そうじゃ。うわ。水入ってない。水入ってない。いやもう。いやエア水風呂。閉まるー。あ、水風呂なくてもいいかも。気持ちだけで閉まる。ちょっと。いやマイナスですから。マイナス。皆さん見てくださいこれ雪。やばいっすね。水風呂入んなくても閉まるかもしんない。鼻水出てる。本当に。これの桶の下ってなんか引くんですか。桶の下は引かない。中にスノコとか。ああ、この中にはスノコ引いたりとかしようかなと思ってますよ。はい、いいですね。おい、お前も水風呂入んないのか。そっから行くんすね。そっから行くんすね。ちょっとここドラマチックに。うわ、気持ちいいな。体は冷めるけど、お前との関係は熱いままだ。嬉しい。っていう感じです。っていう感じですね。っていう感じです。っていう感じですね。はい。持ちました。力も無理かもしれません。力持ちです。どれぐらい長くなったんですか。そうですね。うまい棒6本分です、ね。あ、分かりにくい。こんな感じでが、イメージで水風呂の外観と持っていただければと思います。外枠ですね。外枠。入り口。はい。いいんじゃないですか、これでも全然。はい、マスさんの許可をいただきましたんでこれで OK です。あのみんなサウナ入るときはね、こうちょっとスリムになって入るんで、はい、スリムになるつもりで、スリムになるために入るんでね、サウナはね。そうですよ。スリムしか入れない可能性がございます。役割分担してさ、木材をこう私は切って、うん、マサは動画撮って、僕は編集して、うん、竹雄さんは組み立てて、そうこうやってね、チームプレーですから我々。早い。おー、早い。いいとか、ご飯食べる前にできそうじゃないですか、なんか。仕事はそんなもんです。
今米炊き始めてあと45分ぐらいで炊き上がるんですよ。できるでしょ。そんな時は金なりって言うんだから我々もね、仕事に戻んないといけないから。こっちもなんか形になってきますね。これどんな感じなんですか。ここのフットデッキの上に屋根をかける、はい、どの辺ぐらいに屋根、一番上ですか。一番上になるんだから高くないですか。めっちゃ隊長、一番上出てるよ。あ、できるっすか。作業できないならもう下げるしかないじゃん。名言出ました。名言出ました。名言ギリギリじゃないですかね。ギリギリ無理だったら諦めればいいじゃん。諦めたらそこで試合終了です。できないんでしょその高さ。怖いんでしょその高さ。無理しないで下げればいいじゃん。開いてるよ。なんか大丈夫。できないなら下げなって。いや怖いですよね、まあ、怪我してもしかない。下げなよ。もう目標高く持ったってね達成できないんだよ。そうやって目標高く持ったってね達成できないんだよ。まずねスモールステップアップでいかないと。そういうことですから。そういうことですね、うん。順調ですね。足りないですかね。足りないですか。増やしましたか。増やしたことない。計算は完璧だったんですよ。村長のね計算はね。おお危ない。うわっボキって言った今。やばおおすごい。遊んでほしい証拠なんですね。おーすごい。一歩下がって。来た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 。氷点下行ってないかな。もう雪やみましたもんね今はね。今日の最高気温は現在地1度。おかましてるんですね。くさびあってます。ご飯美味しかったです。美味しかったね、うん。元気になるかなと思ったけど寒くてやばい。今何度なんですか。今1度って言ってました。さっきなわけないでしょこんな寒い。え、本当ですよ。1度っすよ。マイナス1度のことです。だって最高1度のまま最低マイナス3度だよ。距離幅4度しかない。おー、だいぶ強いっすね。だいぶ良かったね。はい。はい、こんにちは。こんにちは。はい、こんにちは。はい、田中武です。今日はですね、いよいよ皆さん待ちに待ちかねました、この寒い氷点下2度の中 TCS で一番楽しみな水風呂を完成しましょう。さすが。では今から見ていただこうかと思います。お願いします。はい、なんとなんとなんと水風呂はこちらです。ご覧ください。ここもビタビタ綺麗に止まってるし、はい、こう外から見てもね、ええ、そんなに見えないですもんね。なんかそうなんですよね。もう結構
なんですかね、視力 9.0 ぐらいないと見えないんじゃないかなと思うんです。中はね、大体の方は、日本の平均の方は見えないんじゃないかなと思いまして作りました。そんなね、いい人いないですよ、なかなかいないと思いますね。これ水風呂ですけどね。そうですね、ここで使ってですね、ちょっとこの間、はい、もうちょっとおしゃれにするんですもんね。これはおしゃれにします、この後ですね、はいはい、して、この間一回、じゃあ実際入ってみましょうということで、はいはい、入ってみたんです。お、まあ、今日と同じ、今日氷点下2度ですかね、はいはい、ぐらいの時に入ってみまして、はい、水温はなんと10度を下回っていました。あー寒い、それはきつい。 でもその中でもやっぱりサウナーの皆様、はい、大好きな整える環境ですからね。環境、まずはサウナ入ってね、水風呂、10度以下の水風呂、そこに使っていただいてですね、はい、こちらに来ていただきまして、ね、こちらが整う外気浴場となっておりますね。そう、いいっすね、夜とかなんか電気とかつけてライトアップみたいな、ライトアップをしようと思っております。今ですね、水風呂の方もですね、はいはい、ちょっとライトアップできたらなと思っておりまして、はいはいはい、まあ、こちらの方でね、もちろん人入ってない時だけですよ、撮って、ね、はいはいはい、盗撮はまずいんで、ね、入ってない時だけ撮っていただければ、はい、いいかなと思いますんで、はい、こんな感じでサウナと水風呂と外気浴場ですね、が整いました、ね、3セット、これを楽しみにしていただければと思います。じゃあお待ちしております。はい、どうぞ皆さんお待ちします。ありがとうございます。